Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激からジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京三軒茶屋にあります閻魔堂三軒茶屋店さんに来ております、今回ですね、こちらにある、看板メニューの麻婆豆腐を、食べていきたいと思うんですけれども、今回もですね、辛さレベルが選びます。これね、表向き上5辛が一番激辛なんですけれども、なんとですね、裏メニューで10辛がありますよと。ジョニーさん、10辛でもっと汗かけますよと。いう、まあ、本当には言ってないんですけどもね、はい、いうことをね聞きましたんで、今回ねこの、麻婆定食の10辛に挑戦していきたいかなと思います。食べてからお楽しみということでいきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが麻婆豆腐定食10辛ということで、わー、非常にちょっとこう赤黒い感じね、非常にこういい香りがしますけれども、いただきます。さあ、麻婆豆腐定食10辛お手並み拝見ですよということで、じゃあね、まずちょっとスープじゃなくて、こっちね行きましょう。いただきます。どんなもんじゃと。いきます。ホワジャオがだいぶ効いてますね。唐辛子の辛みとホワジャオのしびれのダブルパンチですね。しびれがすごいな。気にします。これは中国の朝鮮唐辛子というやつですね、こちらは。パンチ力がすごい、刺激がすごいね、香りがいいね。
あすごい、かなり効いてるな、すべ。灼熱時刻、閻魔時刻。残すところも残りわずか、この閻魔堂との激辛バトルに蹴りをつけたいと思います。いや、それにしてもめちゃくちゃしびれる。結構フォアジャオ効いてますね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。閻魔堂三軒茶屋店さんの麻婆豆腐定食、10から辛さレベル、じゃららじゃ、辛さレベル8です。はい、8です、はい、いやー、本当にね、唐辛子の辛みとフォアジャオのしびれ、このダブルパンチということでね、もうね、食べ終わった後も、食べてる最中もね、もうしびれがしびれ、口がしびれでしびれて、ろれつが回らないぐらい、口の中刺激されました。四川省最高級のこの豆板醤、甜麺醤とかね、これいろいろこうこだわりの、調味料を使用しているだけあって、ね、非常にこう香りがよく、非常にご飯のお供にぴったりかなと思います。はい、まあ、今回ねこれ10から食べましたけれども、美味しく食べるんだったらね、こう1から5からがおすすめという感じになります。ぜひぜひ近くやった際ですね、こちらの麻婆豆腐食べて、これからの寒い冬乗り切ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。